どの恐竜が一番強いの？強い恐竜ランキングトップ10。はい、10位はステゴサウルス。尻尾の先にある鋭いスパイクで攻撃されたらかなりのダメージ。弱そうなイメージもあるけど実際は結構でかい。第9位アンキロサウルス。戦車のように体を覆う鎧で身を守れる。ハンマーのような尻尾はかっこいいし強いと思う。8位はケツあるコアトレス。史上最大の翼竜。空から攻撃されたらと思うと怖い。今のキリン並みの大きさで飛べるなんてすごく強いはず。第7位はベロキラプトル。カギ爪のような手足が最大の武器。動きが素早く知能も高い優秀なハンター。6位はトリケラトプス。脳よりも大きな体と強い足腰を持ってる。頭の大きな角を使って突進したら攻撃力も高い。草食恐竜なので獲物を襲う必要がなく戦って怪我をするリスクが低い。第5位はアルゼンチノサウルス。地球の歴史上最大の陸生生物。最大は最強。動物同士の戦いは基本的に体重差で決まる。だから強いと思う。4位はスピノサウルス。泳ぐのが得意な上に史上最大の肉食恐竜。水中生物にも陸上生物にも脅威。第3位はヒガノトサウルス。全世界的に見ても最大級の大きさの肉食恐竜。強い、最高、文句なし。大きな口と鋭い歯は獲物を踏み砕く姿が想像できる。恐怖です。第2位はモササウルス。とにかくでかい、口が大きい、牙の数が多い。一度噛みつかれたらその牙から逃れることは困難。しかもその牙は何度も生え変わる。最強の恐竜第1位は恐竜の王様ティラノサウルス。体自体大きいし鋭い牙、顎の力が半端なく強い。大きな体の割には動きも速く、肉食獣ならではの強さはすごいと思う。恐竜界のスーパースターであることは間違いない。ということでティラノサウルスが堂々の1位でした。10位からステゴサウルス、9位はアンキロサウルス、8位はケタルコアトルス、7位はベロキラプトル、6位はトリケラトプス、5位はアルゼンチノサウルス、4位はスピノサウルス、3位はギガノトサウルス、2位はモササウルス、そして1位はティラノサウルスでした。最強の恐竜ランキングトップ10でした。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。